男子テニスのノバク・ジョコビッチ選手が全豪オープンに続き、次の4大大会である全仏オープンにも出場できない可能性が出てきました。フランスのスポーツ担当省は16日、ワクチンパス法の施行後は競技場に入る際、新型コロナワクチンの接種証明の提示が必要になるとツイートしました。 フランス国内でワクチン接種を事実上義務化するワクチンパス法は16日に成立し、政府は今週中の施行を見込んでいます。感染からの回復証明が有効となる場合もありますが、ワクチンを接種していないジョコビッチ選手は、5月末からの全仏オープンへの出場についても不透明な状況になりました。ジョコビッチ選手は去年の全仏オープンで優勝し、2連覇がかかっています。